お腹が空いたらモンスターこんにちは、ロシアン佐藤です。今日は実はこのチャンネルを始めてから多分やってないと思うんですけど、辛くて有名なこれ、辛ラーメンです。やったことあるっけ？多分ないですよね。うちのタピちゃんがずっと辛ラーメンを食べてほしいですって言ってくれていて、でオスカルイーツの動画ね見てくれてる妹さん、妹ちゃんも辛ラーメン食べてほしいって言ってくれてたんですよ。なんですごく今更な感じだけど、寒くなってきたのでみんなも食べるかなということで、辛ラーメンをたくさん食べてみたいなと思います。9人前用意しました。それでは早速ド定番の辛ラーメンから、何の変哲もないやつからいきたいと思います。見てね。はい、こちらザ辛ラーメン、本当に小ネギ足しただけのやつです。久しぶりに作ったら湯気で蒸せるね。はい、それでは早速いただきます。久しぶり食べるの。スープから美味しいんだよな。出汁がすごい効いてるよね。なんかの海鮮っぽい出汁が。うん。麺が美味しいんだよな。出汁を吸った麺が。あ、辛い。辛うま。いつもめっちゃでっかいの作っとるからさ、すごいちょっとに見えるね。でもこれ一人前だからね、ちゃんと。むせるな、韓国のラーメン。うん、おいしい。やっぱこの太めのもちもちの麺と出汁がしっかり効いたスープがめっちゃ合いますよね。辛いけど旨味が強い。ほい、完食です。久しぶりにノーマルの辛ラーメン、本当にプレーンな辛ラーメン食べたけど結構辛いね。勢いよく吸ってむせちゃいました。どんどんアレンジしていこうと思うんですけど、次はチーズとキムチアレンジでいきたいと思います。
はい、ということで2杯目、次は2人前ですね。キムチ、チーズ、卵トッピングです。いやもうこれは鉄板でしょう。それでは早速いただきます。ちょっとチーのとこ行く。チーのとこ、うん、チーズめちゃくちゃ合うよね、この韓国の食べ物とチーズ。抜群に美味しい。最初食べたのより格段にマイルドですよ。割っちゃおう。うりゃうりゃ。ああ、おいしい。もっとネギダクとかでもいいね。なあ、と新顔、汗拭き用のアイボリー。具材の追加にさ、チョンカキムチを入れました。うん。だいぶこれだけでボリュームが増すね。やっぱりこれでも結構定番のトッピングですよね、多分。卵とチーズとキムチって。うん、熱っ。よいしょ、ヒートテックがはみ出して、ね、うん、はあ、ほい、なくなりました。あー美味しい。いや、やっぱポカポカ度は一番ですね、辛ラーメン。辛いのもあるし、麺も太いしね、なんかちょっと全体的に冷めにくい感じだよね。そしてあとね、6袋あるんですけど、これを一気にラッポッキにして食べたいと思います。
はい、できた。ラッポッキー、これが今日本当は一番食べたかったやつ。ラッポッキー6人前いただきます。ドゥアやってみる。おお、ほかほか。ちょっと混ぜて混ぜて。うん、うん、おいしい。コチュジャンとお砂糖入れてるのでだいぶ甘じょっぱ系になってます。うん、トッポッキよりは薄味かな。この形のやつをさ、トッポギって日本で売ってるけど、これを炒めたやつがトッポギ？これはお餅だよって、だよって、韓国料理屋さんのお姉さんが言ってたわ。うん、もっと味濃いが好きな人はもうちょっとコチュジャン入れてもいいかもね。うん、あれか、スープの素もっと入れるからね。全部がっつり半熟で作っています。卵は、うん、あー最高。うん、人参の甘さが美味しいね。おいちしたいと思います。おいちっていうかチーズトッピ。
きゅうりがしなびてたからさ、ちょっと。ずっと余ってたキムチのタレで和えました。うん、うん、めっちゃチーズ合うこれ。まあトッポギにチーズ合うけん当たり前か。うまっ。うん、うん。チーズ入れると甘さがすごく強く感じるね。はい、完食しました。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は実は食べていませんでした。辛ラーメンということで、ラッポッキがやりたかったんですけど、ノーマルの辛ラーメン食べる動画やってないのにラッポッキいきなり食べるのもあれかなと思って。私ずっとラッポッキって言っとるけど発音あったんかな。ラッポッキ教えてください、よろしく。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今日は動画では初の辛ラーメンでした。意外と定番のあれこれ食べてないのいっぱいあると思うんです。私なんか改めてよく食べるよねみたいなものをね、まだ食べてなかったりする。あ、そう、マルちゃん焼きそば食べてないの動画で。ねえねえ、知ってた？食べてないんだよ私マルちゃん焼きそば。もし見てみたいものがあればぜひぜひリクエストお待ちしてます。アレンジしてみろやみたいなねコメントも待ってますので、ぜひ書いてもらえたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。なんかここがここにおできができた。なんでか辛いの食べてる最中に吹き出物の年齢です。はい。